経過の通常を展開しております合同会社を持っていますの松井です。今回もですね、弊社のお試し体験に来ていただいた松尾さんのインタビューをですねお送りします。松さん、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今回はなぜ軽貨物を選んだのかというところをちょっと伺いたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、もともと運転することは好きなのと、はい、個人業種というのを考えていたので、うん、その中で、いろんなジャンルの中での一つとして、おー、なるほど、自分次第みたいなところもあるのかなと。それは収入とか、はい、そうですかね、はい、そうですね、ご自身が頑張れば頑張るほど、はい、結果が出れば出るほどですね。そうですね、あるんですね。ありがとうございます。はい、ということで松さんのインタビューはまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。